えーとさて、えー、次にですねお話しするのがですね WEP という、えー、無線ンで最初に使われていた暗号機能です使われていたという過去形で言ったんですが実は今でも使われています後でお話しするような意味でですね使われてしまっていてなかなかこの一度できてしまったものは悪い企画でもですね駆逐するのは大変だぞっていう例ですで ね、WEP と書きますけどこれはワイヤーという意味です意味はですね無線欄においても有線の欄と同じぐらいのプライバシーをっていうことですね。でどんなものかというとまず最初にできたのはですね64ビットウェブと呼ばれるもので後でお話し,しますけど40ビットのウェブのキーですね鍵とそれにですね 24ビットルのイニシャルベクトルというですね、まあ、あの通信のために使われるランスみたいなものを使って暗号化するとで、えー、とここでおよく理解しておいてほしいのはですね Web と呼ばれるこの鍵はですね全体で共有されていますで鍵を知っている他の端末は ですねえー、皆さんがやってる通信を覗き見ることができますすなわちですね、えー、人の通信は見えちゃうわけですね鍵を知ってる同士人同士なら他の人の通信は見えるっていう、えー、仕組みですこれはですね優先の、えー、ランでもですね覗き見ができるっていう意味で、まあ、まさにワイヤードエクイバレントなプライバシーだということですでえー、っとちょっと細かい話になりますけどもウェブにはですね、えー、2つ 認証モードがありましてオープンシステム認証と呼ばれるものと共有キー認証という2つの認証モードがありますでこれもですね話を聞くとずっこけるんですけどオープンシステム認証っていうのは、ね、何をするかというと実は何もしませんというそのウェブのところでは認証はしませんよっていうモードです。鍵を知っている人なら誰でもつながってしまうと。 で共有キー認証、これはですねウェブキーを使ってですね共有鍵認証という、まあ、あ PKI のあたりで少し習ったかと思いますけどそういう認証を使うんですけどこれにはですね致命的なセキュリティホールがあって絶対に使っちゃいけませんよというモードです、まあ、そんなものがですね企画として採用されてしまっていること自体がもう超間抜けなんですけども、まあ、そういういものです、まあ、あの一応ですねプロトコルとしては実装されているので皆さんの パソコンをこの共有鍵認証にする設定することができるんですけど Windows ではです、ね、これ設定する時はちょっときはマニュアルで設定しないといけないとか、まあ、そんなもんですなんかね間違ってこっちの方が安全そうだなと思って、えー、やってしまう例っていうのはありますウェブのですね原理これもあんまり細かくお話ししても大変なだけなんですけど今ですねえー、っとこれがですね 送りたいデータだとしますでですねそれに対してこのデータに、まあ、CRC32 というですねあのチェックビットをつけてインテグリティチェックバリューですねこれが送りたいデータとします。で一方ですね先ほど言いました40ビットのウェブキーとそれから、えーまあ、あのランスのように使われるイニシャルウェベルター24ビットですね40ビットプラス24ビットの まあその鍵からですね RC4 と呼ばれる暗号を使ってですねこの乱数みたいに見える鍵列を生成しますでこのデータと鍵列をエクスクルーシビットワーズでエクスクルーシブワしてデータとして暗号化されたデータとして送るとでこれにでもともとの MAC アドレスとかが入ったヘッダー部分と それからこのイニシャルベクターですねその初期値として使ったものここは暗号化せずに埋め込んで送るというのがですね、このウェブの暗号化の借り方です。でえー、と鍵がです、ね、総当たり攻撃されるのを防ぐためにですね、ここを頻繁に変えるというのがですね、このウェブの考え方です。 で注意してほしいの暗号化されてるのはここの部分だけでこのイニシャルベクターとか丸見えなわけですね。